食ですね。はい、クイッティー皆さん準備よろしいでしょうか。はい、はい、では早速プレゼンよろしくお願いします。皆さんこんにちは、リッチテーブルの奥村と申します。私はダンスしませんが、どうぞよろしくお願いします。今日リッチテーブルは皆さんに新しい、レストラン検索をご紹介します。まずはレストラン検索の現状について見ていきましょう。皆さん、レストランはどのように検索されますか？おそらくググる人が多いと思うんですけれども、例えばググる際、例えば渋谷、イタリアとある程度事前にジャンルとエリアを絞って検索されると思います。でも何を食べたいかわからない時って意外と多くないですか？Google 以外では Instagram でレストランを検索する人が非常に増えてきています。しかし SNS はそもそも何かシェアするためにデザインされているので、検索の精度が残念ながら低いんです。これが レストラン検索の現状です。そこでクイッピーのご紹介です。クイッピーはインスタを活用したレストラン検索です。友達や同僚という時、何か食べに行きたいけど何を食べていいかわからない、そういう時にぜひクイッピーを開けてみてください。クイッピーを眺めているとビビビと何か食べたいものが思いついちゃうんですね。本当にクールなアプリです。ぜひ使ってみてください。ではアプリの内容をご覧いただきましょう。クイッピーを立ち上げます。現在地から徒歩圏内のレストランの写真がこのように表示されます。気になる料理写真をタップすると、このお店の他の写真も確認することができます。より詳細な情報が欲しければ、ワンタップで Google 検索、これですね、お店までの経路を確認、お店に電話、店舗情報のシェア、あとお店の写真をお気に入り保存、これですね、ここで全部できます。クイッピーの市場性です。今ネットユーザーの検索が大きく変化しています。10代、20代の若い人たちに最もよく使う検索エンジンは何かと聞くと、なんと半分以上の人たちが Twitter かインスタと SNS を回答しているんです。 SNS で検索する流れ、今後も大きくなると思います。またこれからのネット検索はテキストだけではありません。クイッピーはインバウンド対策にもってこいのサービスです。なぜなら非言語で検索できるからなんですね。英語が通じないお店で、例えば写真をこのように挿して This one please と簡単に注文ができるツールにもなってくれます。既存のサービスとは違い、スピード感を持って海外展開できるのもクイッピーの大きな特徴です。新しいレストラン検索、クイッピーでした。ご清聴ありがとうございました。はい、クイッピーさんありがとうございます。以前までいかがでしょうか？何かご質問でしょうか？はい、松田さんお願いします。これっていや、このプロダクトいいなと思ったときに、他のプレイヤーが参入して同じようなものを作ろ、はい、うとしたときに参入商機って何かあるんですか？実際に写真を売りにしたサービスってそもそもあるんですね。で、クイッピーの場合はですね、インスタグラム社からインスタグラム API のパミッションを正式に許諾を得てやってますの で、ご存知かと思うんですけれども、非常に今パミッションを取るのは非常に難しくてですね、それが一つの参入障壁にもなっております。はい、はい、何でしょうか？はい、栗林さんお願いします。関連するかもしれないですけど、そのカスタマークッションというか、はい、このユーザーをどう広げていくかというところで、はい、まあ、マーケティング戦略というか、そういうのがユニークな、そうですね、今現状は、まあ、レストランを探すだけのツールアプリになってしまっているんですけれども、次のバージョンではより SNS の要素を引っ張ってくると、要はインスタグラムユーザーの持っているフォローしているそういったリレーションシップをクイッピーの方にも導入していくことで広げていく、そういう構想を今やっています。はい、どうぞお願いします。あくまで今レストランということなんですけども、はい、そこからまあ今後波及して何か違うサービスへの展開とかっていうのは今考えてらっしゃいますか？この SNS での検索という切り口からいきますと、いろいろなことが考えられると思います。例えば今20代の女性では、例えばネイルサロンとかヘアサロンを検索する、また旅行先を検索する人増えてますので、今は弊社は飲食店に特化してますが、ゆくゆくはこの切り口で水平展開していけたらなというふうにも考えています。はい、よろしいでしょうか？
はい、ではクイッピーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。